ここは日本の中でも最も厳しい修行をすることで知られる福井県の永平寺。ここにある襖絵、墨だけで寺の周囲の木々を描いています。よく見ると森に立ち込める霧までが表現されています。こちらは木の枝に積もった雪。日本画家田渕俊夫は半世紀を超えて日本画の可能性を追求してきました。一般的に言って日本画の主な特徴は、洋画のように色の陰影で形を表現するのではなく、線で形をとっていくこと。また伝統的には自然の岩石からとった岩絵の具を使うため、少ない色数によって掛け軸や屏風などに描かれてきたところにあるといいます。今の日本画っていうのは、絵を描く条件が整いすぎちゃって、絵の具もありとあらゆる色を人工的に作るようになってきたし、どんな厚塗りしたって構わない。だからだん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 日本画っていう本来の姿がなくなってきてるんですよ。世界遺産奈良薬師寺に田渕さんの描いた大作があります。ここ直堂と呼ばれるお堂のご本尊になる縦横6メートルもの阿弥陀三尊像です。仏教伝来の壁画とともに日本画による祈りの空間になっています。このすべてを5年の歳月をかけて完成させました。田渕さんはひたすらスケッチをしながら対象に向き合います。これまで日本の自然を数多く描き続けてきました。自然と向き合いながら緻密な線でその本質までをも描写してきました。アトリエに和紙を貼った巨大なパネルが運ばれました。ここに阿弥陀三尊像を描いていきます。やっぱり日本画は線で描いてきたっていうのは、すごい大事なことだと思いますよ。どのあれでも線なんてないんですよね、自然界にはね。それを線で描けるっていうのは人間の凄さじゃないですか。色より線の方が強いんですよ。だから線っていうのは究極のもんだと思うんですよ。何ヶ月もかけて鉛筆の下書きを完成させると、墨で最終的な線にしていきます。巨大な阿弥陀三尊像の線描きが完成しました。いや、これは大きいですよ。色塗るのも大変だと思いますよ。
日本画は昔から天然の岩石から取り出した岩絵の具というものを使ってきました。絵の具が垂れないように絵を寝かせて色をつけていきます。何しろ日本画の絵の具っていうのが非常に色数が少ない、極端に言うと青と緑と赤と あとは白とか、人工的な絵の具を開発されるようになって、それでどんな色でもできるようになってきたんですけど、日本側はそれを受け入れてないんですよ。中学校なんかで習う色感ですね、虹の色のつながりができるんです。ところが日本画の絵の具はポツン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 としかないんですよ。ない色をある色で補って表現すると、それが本来の日本画なんです。日本画の絵の具っていうのは宝石のように美しいんですよ、本来ね。ところがその色は決して自然界にあるわけじゃないわけですよ。でその自然界にないような美しい絵の具をまるで自然なような色に見せるというのが常にどの絵にもそういう気持ちがあるんです。ですからそれが絵の具臭さ、絵の具だ絵の具だっていうようになるのが一番嫌なんですね。色で表ボーンと出てきちゃう絵じゃないですからね。鮮やかな赤で夕日を染めます。これ金なんですよ。真っ赤な夕日に金粉を吹きかけて太陽を少し霞むようにします。完成した巨大な仏様の絵、下へ行くほど色がなくなっていきます。ここに田淵さんの色に対する考え方が現れていました。もう結局色を塗って色その色しか感じないんじゃなくて、色を塗らないでもっとたくさんの色を感じるような、ない方が もっと深くものを語ってくれる可能性だってありますね。京都の智積院に田淵さんの代表作の一つがあります。咲き乱れるしだれ桜を墨だけで描いた襖絵です。見る人によってはほんのり桜色に色づいて見えると言われています。桜っていうのの色を皆さんの心の中にあるもんですから、でこれを見た時におそらく桜の本質を書いたから それこそご覧いただく人にその色が見えてくるのかなって思ったりします。日本画家田淵俊夫、一作ごとに日本画の新しい可能性に挑み続けています。